どうも、ハンサム黒字です。アイスクリーム買ってきました。セブンイレブンのアイス氷、氷アイスシリーズの新しいやつ、じゃん、紫芋ミルク氷が販売されてました。和スイーツのかき氷始めましたということで、練乳入り紫芋ソースがけ、赤城乳業株式会社さんと一緒に作ったやつですね。このシリーズめちゃくちゃ美味しいのでなんか最近芋系もすごい活発ですよね。まさかかき氷にはなると思わなかったですけど、ちょっと食べてみましょう。はい、じゃあ開けます。硬いな、お、こんなんなってんの開けたら、じゃじゃん、真ん中に紫芋のソースのとこがありますね。これをすくって食べれば、すくって食べればいいんだね。なんか芋っていうか羊羹みたいな匂いしますね。ちょっと鼻おかしくなったのかな。冷たいな、匂いあんま分かんないな。よし、じゃあすくってみます。もうこんな感じ、紫と白がね、鮮やかですね。見た目は綺麗。いただきます。あー、美味しい。あー、なるほどね、うん、すごい芋だ。サラッとしとる。練乳も出てきた。うん、結構甘いね。はい、ごちそうさまでした。点数は、美味しかったから、まあ8ハンサムです。紫芋ソースとこのミルク氷のね、組み合わせすごい美味しかったです。芋のね、なんかほっくりっていうんですか、こっくりっていうんですかね、なんかほっこりですかね、なんでしょうね、もうこれなんていうのかな、なんかこうちょっとね、お芋らしい、ちょっと舌触りがこうザラッとしてるくらいがね、なんかお芋らしくて、それもまた美味しくて、で優しい甘さとミルク氷の甘さとすごい合ってて美味しかったです。ちゃんと紫芋っていうか、まあさつまいもの風味もあってよかったんですけど、ちょっとそれにプラスしてこう下の方から練乳が出てきたんですけど、練乳入ると全体的にちょっと甘すぎるかなみたいなところがあって、やっぱりピーチ氷とかいちご氷とかだったら酸味があるし、抹茶氷だったらね苦味があって、練乳小豆はまた別なんですよね。なんか小豆と練乳ってすげえ合うしまあなんか それらとちょっと違って、ちょっと甘く感じちゃって、練乳いらなかったかなみたいな、なんか秋だし、なんかこうなんかね、なんかわかんない、秋関係ないか秋だけじゃんね、関係ないですね。僕秋竹城さんが好きでね、まあ、どうでもいいか、うん、ちょっと甘く感じちゃったかなっていうのはありましたね。それで8ハンサムしました。でも全体的には美味しいですし、なんか秋っぽい味が楽しめていいんじゃないかなと思います。はいというわけで、今日セブンイレブンの紫芋ミルク氷食べました。新発売なので、よかった皆さんも買ってみていかがでしょうか。以上、ハンサム黒字でした。バイバーイ。